ご視聴ありがとうございます。薬屋の花澤です。今回は重要なご報告がございます。はい、結論から言いますと、10月以降ネット予約がリラクヤはできなくなります。そして翌年5月には再開予定で、詳しくは随時ご報告します。どういうことなのかと言いますと、どれぐらいいようか、正直悩んでた部分もあるんですけど、知ってる方に何人か相談したりもしたんですけれども、妊娠しております。結婚しまして子供ができました。なので産休っていう形になるんですけれども、今駅店で予約を9月いっぱいまでは受け付けしておりまして、もうほぼ埋まった状態にはなってるんですが、10月からは予約をできなくなります。お腹が大きくなってきているっていうこととか、ご迷惑ご心配かけてしまうのも良くないかなということで、ネットでの予約は9月いっぱいで一旦打ち切ります。これが5月って書いたんですけど、子供が生まれて預けられるようになったら、遅くても5月にはぼちぼち再開できるのではないかと思っております。今までに取っていただいたご予約、今一番後のものだと、常連のお客様が取ってくださってる10月1日っていうのご予約があるんですけど、そこまでのご予約に関しては全てしっかりこなしますのでご安心ください。休むっていうことで心配されている方もいるかと思うんですが、体は元気ですし経過も順調でして、心配な点はございませんのでご安心ください。今まで取っているご予約はそのまま、しっかり全てこなすつもりでおります。一応そういう形で、またいろいろ決まり次第ですとか何か変化がありましたら随時ご報告してまいりますので、そちらからよろしくお願いいたします。それと通常営業はしなくなりますが、体と相談しながらというか、お客様が気にされないということでしたら、ちょっとできるだけ続けていきたいなと。あまり長いコースとかはちょっと難しくなるかとは思うんですけど、この9月以降もできるときはやっていきたいなと思っております。また動画の方は変わらずちょこちょこアップしていく、撮影したりしていくつもりでおります。あまりこういった話をよく思われない方もいるかもしれないなっていうのもあったんですけれども、自分がそういう隠し事とかが好きではない、得意ではないっていうのもありますし、思い切って話すことにいたしました。今後また動画も上げていきます。ブログ等でもご報告をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。See you.